1895年に出版された楽譜プットメオフ・アット・バファローの表紙。ディロン・ブラザーズは、1880年代後半から1990年代前半にかけて活動したアメリカ合衆国のコメディ中心のボードビルの演者たちで、ハリーとジョンの兄弟二人組であった。ハリーとジョンのディロン兄弟は、ニューヨーク州コートランドで、 メアリー・フィッツ・ジェラルドとマイケル・デロンの間に生まれ、二人の、他に、なお六人の兄弟と二人の姉妹がいた。15歳で家を出たハリーは、ミンストレル賞に身を投じて、初舞台を踏み、1882年の1年間は、デュプレ・アンド・ベネディクト・ミンストレルズに参加していた。ついで、ジョンと組んで、スケッチコメディを演じたり、コミカルな歌を歌ったりするようになった。 兄弟が飛ばしたヒット曲には、ドゥ、ドゥ、マイハックルベリードゥ、プットメ、オフアットバファロー、ホワイディドゼイセル、キラーニーなどがあった。ハリーは病のために1915年より数年前にボードビルから引退しており、ジョンも1914年にはコートランドに戻って仕事に就いた、ハリーダイドインコルトランド、オンフェブラリー6、1916。 ジョンとハリーの弟の一人ウィリアム・ディロンの作詞者としても知られた。ありがとうございます。